手とか小川選手、あの阿部選手とか、うん、もういつも可愛がられてるからね。でもこういうのがチームの結果に出るんでしょ。来ました、来ましたね、行きましたよ平塚君。これ僕普通にテレビで見てました。あ、本当ですか。思いを、あのね、なんか異様な空気ですよ前半。やっぱりね、はい、硬かったですね、グランマスター選手。そうですか、行かれた人、阿部硬かったですよね、みんな。おー、そこでパス選手 CA だろ、うんうんって。いやいやいや、そこでそんなパスしないしっていうの、前半本当に多かったんです。そうなんですか。やっぱ硬いなって。僕の斜め前には森山さんがいて、うん、右側には中西哲人さんがいて、左側には澤井の CA さんがいて、その後は飯島さんと、飯島さんとかいて、あの OB だらけで硬いなーみんな硬いなーって感じだったんですよ。でもどういう心境で見守ってたんですか、小村さんとか、みんなその時は。いや、どうなのと、優勝して23、もう決めちゃうのと、え、ホームで決めるのみたいな、はい、難しい心境あるじゃないですか。あ、そうですね、ホームじゃなかったっていうのもありますからね。まあ、しかも鹿島がね、勝てばまだ決まらないっていうのだったんで、どっちもみたいな、うん、目の前 の、 人がパソコン開いて同時に高い位置を見たんで、はいはいはい、チラチラ見ながら僕、勝てます、勝てます、気になりながら試合見ながらみたいな。で、これでね、後半杉本啓太選手が登場して、はい、スピードスターがもう本当に流れをカチッと、はい、まあ、このパターンもね、いつもと違う感じですよね。普通だったら千代田選手が入ってプレーを入れてるんですけど、スピードの選手がいなかった分、スピードでサイドを崩そうというところで、この狙いまたこれがハマりましたからね。これもうタームだ、来たな、これタームだ、タームだ選手ヘディングですよね。え、あんまりうまくないのこの気持ちを込めた。そんなにヘディング得意じゃないですかね、多分。そうです、でももうどんどんしてもらった渾身のヘッドです。トリオ選手ももうね、ピッチサイドに降りてきて、そうなんですよ、前半はずっと上にいたんですけど、あの後半見てらんねえんですよ、難しいですね、もう出るんじゃねえかというような勢いでしたけども、いやー、本当に、これでね、キックオフの笛が鳴る、あのタイムアップの笛が鳴る直前に、そっからはもう僕、高い所のキックでもリンクしても、そう、で、ちょっといち早くね、終わったんですよね、引き分けだと、フィニッシュって、ゴイゴイ喜んでる。ね、瀬口監督の自然にこぼれる笑顔、ピンチの選手は知らない、うん、そしてこの瞬間に18年間悲願の優勝でございます。素晴らしい、素晴らしい、いや、なんと見てもいい男の泣きが美しい、大丈夫、移動してきて、うん、陽介さん、今、はいはい、私ステージの裏に来ているんですが、ゆみちゃん、たった今名古屋グランパスの選手を乗せた選手バスがここ諫早公園に到着いたしました。選手続々と降りてきています。
しい。やっぱ阿部ってなると阿部ちゃんになる。続々と入っています。愛着のある、ね、阿部ちゃん。いつもあのトヨタスタジアム選手バス到着した時はかなりあの険しい表情で降りてくる選手が多いんですが、今日皆さんちょっとリラックスした雰囲気でにこやかな笑顔も時々見せながらバスから降りてきています。ね、よかったですね。選手続々と降りてきています。ちょっと予定ではね、はい、V の最中に入ってくる。そうなんですよ。若干僕ら内心ドキドキしてたんですよね。見たんで、あの、洋介さんがもうドキドキしてると思って全然なんか今日が来ない、今日が来ないと思ってたんですよ。来て、はい、ましたね。はい、選手たち、あの、昨日、はいはい、リーグ最終戦を終えたばかりですが、はい、疲れた様子は全く見えず、とてもリラックスした、はい、いい笑顔の表情で入ってきています。まもなく皆さんの元に登場いたしますので、今しばらくお待ちください。一番いい笑顔ですけどね。うん、本当ですね。ゆみちゃんでした。ゆみちゃんだ、はい、いつもね、アシスタントを務めてくるゆみちゃんでございましたけども、さあ、それでは、今ですね、選手がスタンバイして登場してくる予定なんですが、その前にですね、はい、ここでサポーターを代表いたしまして、関谷さんに登場していただきたいと思います。どうぞ関谷さんです。大きな拍手。はい、関谷さんに登場していただきまして、これから選手が登場する前に私から、お、関谷さんお願いします。はい、でですね、今から僕が今回戦い抜いた全選手をいつものごとくスタジアムでやるごとく、あの、選手コールをしてまいります。選手紹介をしていきます。全選手をやるんで、全選手のコールやってると相当尺を取るので、あの、いつもね、サブのメンバーの方たちの時にやっているおい、あの愛の手を皆さん で今までスタジアムに来られたことない方でも分かりやすいです。もうね、いつも来てくださってるサポーターの皆さん、そして、関谷さんに釣られて、ぜひとも覚えやすいですから、みんなで一緒になってやっていただきたいと思いますが、いいですか。ね、30人くらいいますから。そうなんですよ。皆さん、あの、息切れしないようによろしくお願いします。はい、ね、それではまずは関谷さん、一言。それではですね、選手の皆さんね、あの、裏で頑張ってます。奥のね、選手まで聞こえるぐらい、そしてスタジアムの気分出すためにね、大きな声でおい、鼻の底から選手と一緒に祝いましょう。いいですか。おい、 OK です。はい、それじゃあ皆さん立ってください。赤いユニフォームがこの時間だけ、名古屋の街を明かすと思いましょう。 We are the champion の